それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け、頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。横一線、綺麗なスタートを切りました。さあ、花を奪うのはどの馬でしょうか。ユース、前に行きそうです。サガロ、それに続いています。さらにはフォーニーズ、6番シンボリルドルフ、その後ろユース、先手を取りました。これに続くのがキングペリノア、その外にウィンドワーフ、黄色の帽子バラケート、その後ろすぐ隣にガンナービー、エンペリー、そのうちに続いています。さらにはクロー、その後ろにイヴァンジカ、並んで11番ウォロー、内からはエクセラー、その隣にベニスズジョイ、その横にサラウンド、最後方にダリア。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。一気に先頭に立ちました。16番ポーニーズ、各馬ロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで6番シンボリルドルフ、ユース、すぐ後ろ大きく離れましたマラケート、すぐ後ろにイヴァンジカ、並んで8番サガロ、エンペリー、この馬もこのグループ、その外からクロー、その後ろからはサラウンド、並んで4番エクセラー、その横にデニスズジョイ、その外にガンナービー、並んで14番ウィンドワーフ、並んで7番キングペリノア。この辺りで先頭が変わりました。シンボリルドルフ、ポーニーズ、ほとんど差がありません。ユース、3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。シンボリルドルフ先頭、突き放しにかかります。ユース2番手、手応えはどうか。内からイヴァンジカ、サガロ、いい足、ここから勝負をかける。シンボリルドルフ先頭、あと 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。2番手はサガロ、シンボリルドルフ先頭だ。シンボリルドルフ、シンボリルドルフ1着、2着は微妙です。勝ったのはシンボリルドルフ、このレースを制したのはシンボリルドルフ。襲いかかってきた。2番手はサガロ、シンボリルドルフ先頭だ。シンボリルドルフ、シンボリルドルフ1着、2着は微妙です。勝ったのはシンボリルドルフ、このレースを制したのはシンボリルドルフ。